安山市、安山市、安山、マイナス市は、中華人民共和国領名省中央部に位置する地球市。古くから鉄が産出されることが知られており、現在は中国でも最大の製鉄所があり、港と鉄の都の異名を有す。満州族、海族などの少数民族が数十万人が居住する。安山は、両東半島の付け根にある都市で、 東京122度55分から123度13分、北緯40度27分から41度34分までに、またがる。市の面積は9252平方キロメートルに、達する。うち、宿面積は624平方キロメートル。南北の長さは175キロメートル。東西の長さは133キロメートル。安山市中心部からショート。 新洋までの距離は8 9トル、港湾都市、大連への距離は3 0 0ルあ余り、同じく栄光の港までの距離は1 2 0トルである。東は丹東、大鳥城市、北東は両洋市、北は新洋市、西は万金市大久保県、栄光、大石橋市、南は大連、昭和市に隣接している。安山の名は、 市街地南港に二つの山が連なっており、これが馬に乗せる蔵に似ていることから名付けられた。この山は、大連から北へ向かう列車が安山駅に到着する5分くらい前に、左手、西側の車窓に見える。地勢は、東南が高く、西北が低くなっている。祈願解析の山陽で知られる名称、千山が、市域東部にある。また、市域西部は、両賀平原の一部である。 地域内には、大子川、佐賀、千山河といった河川が流れている。温帯の大陸性気候に属し、夏は摂氏30度を超え冬は、氷点下摂氏20度に達する時もある。一年の平均気温は摂氏8.5度となっている。安山市周辺は、戦国時代には、遠国の両東軍に属した。新代、三国時代の儀、及び、 精神の時代も両党軍に属している。東神から党までの期間は、戦費族に、ついで、高栗に征服された。党が高栗を倒し、党の高栗出兵帝以降は、安藤都歩府に属した。両代は、両養府に、新代は、法天府に属した。安山の鉄産業は、前漢の武帝の時代以来の鉄鉱石採掘と、製鉄の歴史を持つ。 東大以降安山での製鉄は発達し、領大には絶頂に達したが、清の時代に満州での鉄採掘は禁止され、以後新末期に再び製鉄が行われるようになるまでの間、安山は荒廃した。1905年の日露戦争の後、日本は南満州鉄道満鉄を設立した。満鉄は安山付近で鉄の大鉱脈を発見し、 武順の石炭と安山の鉄を利用した製鉄を意図して、1918年に鉄道付属地、万鉄付属地内に安山製鉄所を設立した。満州国時代の1933年には昭和製工所と改称され、八幡製鉄所に次ぐ生産量を誇っていた。また安山は1937年に市に昇格した。安山市の周辺には中華民国時代から、 満州国時代にかけて、両陽圏、海上圏、ダイアス、区茎は、州団圏が置かれていた。中華人民共和国の建国後、安山は1949年から、東北人民政府、1952年より、東北人民委員会の直属都市となり、1953年には、中央直轄市となったが、1954年8月に、 両寧省に統合された。同時期両党省と両政省に属していた各県は、囲碁安山、担当はじめ様々な地球史の管轄下に置かれるなど、行政地域の区分け変更が頻繁にあったが、1991年以降、現在のような範囲に落ち着いた。安山市政府は2000年、5か年計画で、安山を、鉄の町から現代的な工業都市及び、 観光都市に転換することを決めた。さらに、市の GDP を2005年までに100億元に拡大させ、老朽化した産業のハイテク化も推進するとした。外資誘致にも積極的である。周囲では地鉄鉱、カ鉄鉱、工、肥鉄鉱などの鉄鉱石のほか、滑石、タルク、玉石、翡翠などの鉱物資源を豊富に生産する。 鉄鉱石の埋蔵量は100億トンと中国全土の4分の1を占めるほか南部で採掘されるマグネサイト、マグネシウムの原料は世界の埋蔵量の4分の1である。滑石は中国の三大産地に入るほか、茎岩では玉石が豊富に産出される。安山は前漢以来鉄鉱石採掘と製鉄で知られてきた。新末期以後製鉄は 再び盛んになり、満鉄の投資による安山製鉄所の開設から大コンビナートとなった。日本の敗戦後、製鉄所施設はソ連が運び去ったが、中華人民共和国の時代に安山鋼鉄工事として再建され、新中国最初期の大型鉄鋼コンビナートとなった。製鉄業のほか、夜勤、石油化学、機械、防食、服装、比較、 電子機器などの産業がある。農作物は、トウモロコシ、コーリャン、イネ、大豆などがある。南カリンと呼ばれる梨と、クキイワダ玉と呼ばれる翡翠が特産品である。四区、一市、一県、一自治県を統括する。大連からハルビンを結ぶ長大鉄道の沿線にあたり、地域を南北に貫いている。また北京ハルビン間新陽大連間 新洋栄光館などの幹線高速道路が通っている陸上交通の要衝である。安山中心部より西1 0トルの新保に安山アグリ号空港があり2010年4月開業。北京との国内線空路がある。安山市は東北の新珠とも呼ばれる祈願の山脈、千山を観光地として売り出そうとしている。また、泥湯の温泉である湯。 三陰市温泉は、東大以来千年の歴史を持ち、長作人が別荘を開発し満州国時代には温泉地として栄えており、現在も温泉医療施設などのある観光地となっている。市の東に玉仏園という公園があり、その中には、区期間で1960年に発見された、高さ7.95メートル、幅6.88メートル、 厚さ4.10メートル260.76トンの世界最大の翡翠にブッダ像を掘った玉物がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。